今回紹介するのは、人と犬がネアンデルタール人を絶滅させたという本です。数万年前までヨーロッパを含むユーラシア大陸に生息していたネアンデルタール人。彼らはなぜ絶滅し、なぜ現生人類が生き残ったのか。現生人類がネアンデルタール人を打ち負かしたからか、それとも何か他の要因、例えば気候変動が働いたからか、今も議論が盛んなこのトピックに、本書の著者は斬新な視点から挑んでいく。まず著者は、ネアンデルタール人絶滅の主因を気候変動だとする考え、=気候変動説を退けるというのも、絶滅に至るその時期以前に、ネアンデルタール人は何度も大きな気候変動を乗り越えているからである。それゆえ、ただ気候変動を上げるだけではネアンデルタール人絶滅の十分な説明たり得ないと著者は指摘する。そこで気候変動説に代わって提案されるのがいわゆる現生人類侵入説だ。原書のタイトル「ザ・インベーダーズ」も示しているように著者は私たち現生人類を侵入生物と位置づける。そしてとりわけその侵入生物たる現生人類が約4万5千年前にユーラシアに到達して以来、ネアンデルタール人を含む多くの生物種が極めて短い期間で絶滅に追い込まれた、とそう主張するのである。著者の描くネアンデルタール人絶滅のシナリオは、斬新さと刺激に満ちていて、読む者もぐいぐい引き込まれてしまうだろう。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。